皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではシャイニングレザナンス実況プレイパート8やっていきたいと思います。今ね、前回ソニアとのナイトイベントを発生させたところなんで、ちょっと先にそれ見てみたいと思います。寝ればいいんだよね。おやすみなさい。こんばんは。こんばんは。ねえユーマ、少し時間ある？うん、大丈夫だよ。ユーマがアストレイに来てから結構日が経つけど、マルガの町には慣れた？うん、だいぶ慣れたよ。活気があっていい町だね。市場には美味しいものもたくさんあるし。市場は私も好きよ。匂いにつられてつい立ち寄っちゃう。ユーマは何が美味しかった？どれだろうこれ。時間ねえな。鶏肉。あったり。あのジューシーなお肉はたまらないわよね。ああ思い出したら食べたくなってきたわ。ソニアもあれ好きなんだね。そうよ。だって市場の名物なものみんな好きだと思うわ。え、そうだったんだ。今まで何にも知らないで食べてたよ。トッピングのソースが何種類もあるから店によって味がいくつもあるのよ。今度私のお気に入りの店を教えてあげる。それは楽しみだな。それじゃあそろそろ寝ようかしら。またねユーマ。うん、おやすみ。先に寝るわね。おやすみなさーい。よし。なんかね、なんかそのキャラクターごとに多分当たりの選択肢とか見極めるの結構難しいね。何かご用でしょうか。前回ねこの人も出てたんだけど、重複して発生はしないみたいだよね。せっかくなんで見ておこう。あら、おかえりなさい。ゆっくり休んでね。ねえキリカ、よかったら少し話でもしようよ。僕もう少しキリカのこと知りたいんだ。はい、私でよければ何でも聞いてください。どんなことでも包み隠さず全てお話します。さっきのソニアの声出なかったのに声こっちは声出るんだ。いや、そんな大層な話じゃなくて、普通に世間話とかそんなことがしたいと思っただけなんだけど。世間話ですか。うん、気になったことや楽しいと思ったこと、他にも何でもいいからキリカの話を聞かせてよ。わかりました。やってみます。気の利いたお話ができるかわかりませんが。あれ、もしかしてキリカ緊張してる？では今日はとてもいい天気ですね。日の光も暖かいですし、風もとても心地よいです。こんな日は気持ちまで明るくなりますね。夜だけど。あのキリカ、今夜だよ。え、申し訳ありません。やはり私には少し難しいようです。そうだね。でもちょっと面白かった。キリカでも慌てることがあるんだね。
別に慌ててなど、あれは少々その頭が混乱と言いますか。とにかくさっきのは聞かなかったことにしてください。わかった。でもキリカの普段と違う顔を少しでも知ることができて嬉しかった。また話しかけてもいいかな。え、はい、もちろんです。喜んでお会いいたします。なんかもうただのナンパ野郎だって来てませんか。私も次の機会までに世間話ができるよう練習しておきますから。そんなに固く考えなくてもいいのに。でも楽しみにしてるよ。はい、楽しみにしててください。お、パーソナリティミコの憂鬱。よし。あ、そうそう、なんかね、さっきパーソナリティちょっといじってたら気づいたんですけど、なんかね、パーソナリティのこのここのセットごとに若干スキルが変わるっぽいんですよね。でも特にこれで、あ、繋がるやつあった。なんこれ、竜の紡ぎで、ほう、でもさっきの組み合わせがやっぱ多かったんだよな。どうだっけか、こうかね、3つになるもん。よっしゃ、じゃあお城行ってみようかな。どっちからか、どっちからかな、こっちかな。間違った。中心街、一回中心が入るんだよね。なんかイベント発生してる。もうね、その見かけたらバンバンやっていくんで。どうかしたか。なんだっけこの人、名前なんつったっけ。大きい、違った、バローズさん。そうそう、バローズさん。バローズ団長、今後の活動方針についてお父様にご相談があります。お通し願えるかしら。申し訳ありません姫、先ほど謁見を申し出た民がおりまして、王はその対応の準備中です。そうならしょうがないわね。今しばらく待っていましょう。うん、でも王様って意外と忙しいんだね。僕、マルガに来るまで王族の人ってただ偉そうに座ってる人だと思ってたよ。お父様はそんな王とは違うわ。この国のためにいろいろなことを考え、時には自ら率先して民を守る人なんだから。例えば、あれはまだ秘密だし、だからといって、具体例だと今教えられることはないわね。それに私が謁見に立ち会うわけじゃないから、実際どんな話をしてるのかまでは。はっはっは、それは困りましたな。この国を紡ぐ姫がそのようなことでは。継ぐでいいのか、あれは。痛いところをつくわね。では実際に見てご覧になってはいかがですかな。え？よろしいですか。決して恩を出してはいけませんぞ。見つかったら私も含めて大目玉ですからな。でもいいのかな、こんな覗き見なんかして。いいじゃない、お父様がどんな仕事をしているか、この目で見られるチャンスだわ。あ、来たみたいよ。おおよその話は聞いておるぞ。そなたであるな。税の納期を遅らせてほしいと訴えてきた者は。はい、少し前になりますが、私、クシどもの村が帝国の兵により襲撃を受けまして。うむ、そのような話も聞いておる。かなりの被害が出たようだな。幸い村の者は命からがら逃げ延びました。ですが畑は再起不能なことに荒らされてしまい、今皆で新たな土地を開墾しておりますが、収穫はまだまだ先になりそうなのです。お願いします、王様、どうか納税を伸ばしてはいただけないでしょうか。
認められんな。そんな、お父様、どうして村の人何も悪くないのに。こっから二人とも大声を出して見つかってしまいますぞ。でもご心配なさらずも、我が国の王は国を見捨てることなどありませんぞ。え、まったくそのような事態認められん、とんでもないことだ。なぜもっと早く相談に来なかったのだ。え、遅くなってしまったが、直ちに兵を派遣し開墾を支援させよう。村の者だけにこれ以上負担をかけるわけにはいかぬ。では納税については、無論延長を認め、いや、作物が育つまでの期間は免除とする。お前たちは村の立て直しに全力を注ぐがよい。帝国の襲撃からよくぞ生き延びてくれた。今しばらくは辛い日々が続くと思うが、気を落とさず村のために頑張ってくれ。王様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。よかった。王様、やっぱりいい人だったね。素晴らしい人だ、本当に。お父様、私もいつかお父様のような素晴らしい王主になってみせます。はっはっは、いかがですかね、お二人とも。これが王の仕事、王の責務、そして王の優しさなのです。そして、あのお方こそ我が国の王、アルベール・ブランシュ様、その人なのです。素晴らしい王様だ。で、その王様にね、会いに行こうじゃないか。こんにちは。こんにちは。さあ、ユーマ、こっちよ。お父様が待ってるわ。うん。でも、どうして急に呼び出しが？おお、ユーマ。よく来てくれたな。さあ、こちらへ。ユーマ。お、プリムラもいんのか。え、プリムラとエマさん？どうしてここに？実はね、娘を助けてくれたお礼を皆さんにしたいと思って、バローズおじさんに相談したの。そうしたら、お城に来いって言われて。姫様、キリカさん、それにユーマさん、この度は本当にありがとうございました。ありがとうございました。いいのよ、そんなこと。私たちは当たり前のことをしただけなんだし。あ、でもユーマには私たちも改めてお礼を言いたいわ。手を貸してくれてありがとう。いや、そんな。謙遜する必要はないぞ、ユーマ。エマ親子に城まで来てもらったのもそのことと関連があってな。私からも礼を言いたかったのだ。我が国民をドラゴンから救ってくれたことにな。いや、プリムラだけのことではない。あのままドラゴンを放置しておけば、いずれまたこの町を襲い、さらに大きな被害が出たかもしれん。そうなる前にドラゴンを倒すのに手を貸してくれたこと、そのことに感謝したい。礼を言うぞ、ユーマ。お父様、だから言ったでしょ、ユーマは立派に戦えるって。しかし、ドラゴンソウルから作られたドラゴンですか。ドラゴンソウルというものは装飾品に使うただの宝石だと思っていましたが、まさかそのようなことが可能とは。これはますます交流の力が。バローズ。おっと、これはいらぬことを言ってしまいました。ユーマ、すまん、忘れてくれ。しかし、バローズの気持ちもわかる。私にも同じようにアストリアに協力してくれたらという思いがある。ユーマよ、このような場でこうした話を切り出すのが無礼だとは承知しているのだが、先日の話、なんとか考えてはもらえぬだろうか。交流の力を貸すという話ですか。母さんが言った、交流の力は強すぎるって。制御できなくなれば大変なことになるって。僕だってその危険さは身に染みてる。だけど、それを正しく使うことさえできれば、現にケイユリッツ監獄では
ソニアとキリカを助けることができたし、今回もドラゴンと戦ってプリムラを助け出すことができたじゃないか。みんなを危険にさらすこともなかったし、きちんと注意深く使えば僕はみんなを助けることが、みんなの役に立つことができるのかも。いつも人に助けられてばかりだった僕が、だとしたら僕は、それに母さんもきっと。ユーマ、ソニア、あなたならできるわ。どうか私たちと共に。わかりました。王様、僕でよければ、僕にできることがあるのなら、僕もあなたたちと一緒に戦います。おお、言ったね。そして守るための力とかっていうパーソナリティまで手に入りましたね。お、メルギウス大聖堂、これ敵の方か。貴公たちに集まってもらったのは他でもない光竜の剣だ。光竜について現在分かっている情報、研究の結果、それらすべてを報告してもらいたい。ヨア姫、貴公は光竜を確保し研究を重ねていたとのことだが。ああ、その件ですね。それは以前ご報告した通りで、しかしエクセラ様が実際に目撃したということであれば、あの子は実際に光竜の宿主だったのでしょうね。あの少年は割と従順だったので、私の研究心が刺激されず、もっと嫌がってくれるとぐっとそそられるんですが。マットだなこいつ。うん、もし光竜を再び捕まえたとしてだが、その力を父上のために役立てることはできるか。それはもちろんです。今度こそあの少年の体の隅々、いやいや、臓物のすべてに至るまで調べ尽くしますから。よかろう。では問題はどのようにして捕らえるかということだが、光竜の居場所はつかめたのか。はっ、どうやら光竜はアストリア国王のもとに身を寄せたらしいとの報告が入っております。やはりか。奴らも光竜を利用するつもりのようだな。だがそれならば、いずれ戦場にも姿を現すはず。手広く網を張り、魚、いや竜がかかってくるのを待つとするか。罠にかかった後は、ゼスト、貴公なら光竜の捕獲ができるか。あ、捕獲だと。めんどくせえな。ん？貴公は光竜に興味を持っていたはずだが、違うのか。光竜が本当に強えのかまだわからねえからさ。期待してたよりも弱かったら、捕獲なんか忘れて頭にきて殺しちまいそうだし。もっとも期待より強けりゃ強いで嬉しくなってやっぱつい殺しちまうかもしれねえしさ。こいつも外やべえな。もういいですと。交流については私が担当する。ああ、そうしてくれよ。もし本当に交流が強かったら、その時は俺がやってもいいぜ。皇女殿下、申し訳ございませんが、ゼストはこのような男ですので、交流の件は私にお任せよ。うん、ではゲオルグ、貴公に任せることにしよう。だが相手は伝説の光竜だ。まずは慎重にその力を探ることを第一目的とする。可能ならば
そのまま捕獲を試みよう。は、承知いたしました。頼んだぞ。では、軍議はこれまでとする。ベアトリス。はい。皇女エクセラ、お前はどう見た？そうね、どこから見ても全身皇女、少なくともその他の面を人に見せまいとしている。まあかなりお堅いタイプね。そういえばなんだかあの子に似た感じね。あの子？誰のことだ？いえ、なんでもないわ。ただちょっと昔のことを思い出しただけ。それはともかく、皇女様の話ね。見たところ頭が硬いだけじゃない、回転も速い、かなりの切れ者。なかなか一筋縄ではいかないって感じ。気をつけた方がいいわね、何をするにしても。なるほど、よくわかった。となれば私が直接見極める必要がありそうだ。皇女殿下の人となりというものをな。こいつらもなんか企んでんな。改めまして、光竜様、私たちと共に戦ってくださるとのご決断、誠に感謝いたします。そんなキリカ大げさだよ。いいえ、伝承によれば光竜様は私たち小さき存在を尽くしんだと言われております。その伝承の通りかと。そんなんじゃないよ、僕はただみんなの力になればいい、なれればと思っただけなんだし。ここに来てからまだそんなに時間経ってないけど、それでも僕はこの街が大好きなんだ。それでしたら街の様子を見て回るのはいかがでしょうか。今のところ公式の任務も出ておりもありませんし。うん、そうだね、少し散歩してくるよ。じゃあまたね、キリカ。いってらっしゃいませ、光竜様。よし、こんにちは。うん、適当にブラブラしてみろっていうことだよね。なんか一応イベントがいくつか出てるな。いいもん入ってるぜ。ちょっと邪魔。何かご用でしょうか。ごめん、今特にない。ユーマ、プリムラを助けてくれたんだって。ありがとな。いや、僕にできることをしただけだよ。それに確かなのは僕だけじゃないし。そうか。でもまあ一応だな。ん、あ、おい、お前の持ってるそれ。え、これ？もうやっぱりし、川柳の鱗じゃねえか。ドラゴンが持ってたのか？うん、レッサードラゴンが落としたんだけど。うおー、このフォルム、この光沢、かなりの縄文のじゃんか。羨ましい。欲しいの？だったら。いや、欲しいわけじゃねえんだ。ただそれを使えば強力なスキルピースができるんだよな。ほんと？だったら作ってくれない？マジか、作らせてくれるのか？やった、一回やってみたかったんだ。やっほー。で、いや、その本。なんだ、時間のある時にでも練習しといてやるからさ。気が向いたらそのマテリアル俺のとこに持ってこいよな。いいな、絶対だぞ。スキルピースについて。あ、まあいろいろと結構セットはしてるんだよね、これ。いらっしゃい。で、何を練習する？スキル練習。ああ、これか。もうね、あれなんだよ、まだ大きな花びらがないからね。さっき一回見に来てたんだけど。まだ作れないっぽいな。しょうがないな。また来いよ。これとこれで。あれ？
あれ？今絶対失敗したろ。いや、ユーマ、最近大活躍らしいじゃないか。大活躍なんてそんな、僕はただ自分の力をみんなのために役立てればって。どうしたの？悪いね、臭いセリフは体質的に受け付けないんだ。そうなんだ、ごめん。まあいい、それよりあんたに頼みがあるんだ。商品の仕入れを手伝ってくれ。仕入れ？どんなことをすればいいの？まずはあんたの血と魂を私に捧げ、永遠の忠誠と復讐を。ごめん、僕もう帰る。まあ待て、軽い冗談だって。ただ私の依頼通りにマテリアルを集めたりモンスターを倒してくれればいいんだ。クエスト。マルカの住人と交流していると依頼を受けることがあります。依頼の目標はアイテムの納品やモンスターの討伐など様々です。依頼を達成すると報酬を受け取ることができます。時には住人の話に耳を傾けてみましょう。どうだ、誰にでもできる簡単な仕事だろ。そうだね、人魂とかやれた時には逃げなきゃとか逃げたくないって思ったけど、これなら大丈夫、引き受けるよ。そうか、それじゃあ契約成立の証しで魂を。まだ引っ張るのそれ。さすがにすごかったか。さて、まあ冗談はさておき、仕事がしたくなったら声をかけてくれ。依頼を用意しておく。うん、わかった。仕事が受け取れるね。あ、ユーマ、ちょうどいいところであったわね。今から一緒に出られない？出るってどこに行くの？ウィンディア大草原、うちの騎士団でやってる定期的な見回りなんだけど、今回私が担当だから。ユーマさん、よかったら見回りを手伝ってもらおうかなって。わかった、僕が役に立てるならもちろん行くよ。ありがとう。コウリュウ様が行かれるのでしたら私もお供させてください。ウィンディア大草原へ向かいましょう。なるほど。だる。いらっしゃい。イライト。好きに選んでくれ。フローラー。これがいいのか。応援してるから。なんか一気に受けられるみたいね。応援してるから。硬い虫ん？殻とか緑色のプルプル。あ、これ取れる場所を表してるのかな。ツインヘッドの尻尾。ご利用ありがとうございました。わ、なんかいろいろ出てるね、クエスト。こんにちは。あー、なるほどね。この辺を知らせるのかな。あー、出るね。でメインクエストと、まあ依頼とか、そんな感じの。なるほど。よし、じゃあまあ多分次ストーリー進めると言っても、多分レベル少し上げてないと多分きつくなるだろうから、多分次はあれだね、クエストちょっとやってみようかなと思います。じゃあ今回はここまでにさせていただきます。ということでね、シャイニングレザナス実況プレイパート8はここで区切らせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。